はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイルーンファクトリー4スペシャルの続きをお送りいたします。さて前回ね、まあボス倒してね、現れた女の子が目を覚まして琥珀という名前でしたね。エルミナータ、花屋のね、エルミナータの、元で、まあ、暮らしていきますということで、新しい住人としてね、加わりました。さて、で、まず、依頼箱かな、とりあえず。今日の依頼は出荷してみよう。待ってよ。これは美人になるからの依頼だな。優しいあいつのことだ。依頼を通して出荷を教えてほしい、覚えてほしいんだろう。何？お願いしますね。今回は出荷をお願いしたいと思います。まず畑にある出荷箱に株を入れてください。そうすれば翌日の朝にはまとめて出荷されお金が手に入ります。というわけでまずは出荷箱に株を入れましょう。だとさわざわざくれた。まあね、前回のバトルの最後にもちゃんと株入れましたけど、まあ、一応ね、はい、こうやってね、これでいいのかな。はい、8時になれば実際に出荷されてお金になる。こうして少しずついろいろなことを覚えていこう。すごいですね。お疲れ様です。うまくできましたね。そうそう、雑貨屋さんにお願いして種の品揃えを増やしてもらいました。雑貨屋さんでいろいろな種を買って、そして育ててたくさん出荷してくださいね。おー、じゃあ後でちょっと見ようかね。で、前々回のパートだったかな。確か1日2回依頼を受けることができるように、なったと記録しております。アイテムを渡してみよう。あ、ボロの釜がもらえるみたいです。株をください。フローリカが株を欲しがってるんだ。だな。それじゃ今回は私がアイテムの渡し方を教えるぞ。まあ一応教えてくださいということでね。まず渡したいアイテムを持ち上げるんだ。まあ選んだら持つとか装備とか出てくるので、そこで持つを選んだら、実際に持ち上げます。そしてそのまま私は相手の近くで A ボタンを押す。そうすればアイテムを渡すことができるぞ。間違って Y ボタンとか押して食べてしまったら台無しですからね。はい、フローリカでもまだ、おはようございます。まだ寝て、あ、どういった、いないじゃないですか。あれかな、出荷箱の方行ってんのかな、もしかしたら。これだと6個あげてしまうんじゃなかったっけな。どうだったっけ、6個あげるってことなかったかな。なかったような気もするな。とりあえずこれで待ち構えてみましょうか。多分出荷の回収に来るんじゃないかと思うんですが、あれ一人でに出荷されました。おかしいな。どこにおる。そうだ。そっか、雨が降っとる時は基本的に外出せんぜね、皆さん。いい朝じゃ。ちょっと待ってくださいね。探さねえけんな。おはよう。はよう。どこ行ったよ、クロリカ。おはよう。おお。ああ、上かな。ごめんね、それだ、何回も。ここだ。朝日が。依頼箱の依頼を見てくれたんですね。ありがとうございます。それでは今回のお礼にボロの釜を差し上げます。これで作物を狩るとなんと高レベルの種が手に入るんですよ。あとはそうですね、素早く雑草を狩ることもできます。畑の掃除に便利ですね。それにしてもレスト君はすごいですね。依頼箱の依頼までこなしちゃうなんて。そんなことないよ。みんなやエライザが僕にいろいろなことを教えてくれるおかげだよ。依頼箱、うん、ほら、あの依頼箱。ちょっと口が悪いけど、いろいろと教えてはくれるんだ。へぇー、ベスト君、依頼箱に名前をつけてるんですね。かわいいですね。お人形さん遊びみたいなものですか？あ、いや、え？多分ね、彼は自分しか声が聞こえてないことに気づいてないと思います。最初そういう感じだったんですもんね、初対面の時。それではまたお願いしますね。あ、あれ？おかしいな。はい、ということでゴロの玉ゲット。ちなみに攻撃として使うこともできます。攻撃武器としてね。おはようございます。ちょっ
っとまばたきしただけで夕方になる時がありますよね。不思議ですね。絶対まばたきじゃない。どこかな。はい、どうした、私に何かついてるか。あ、うん、なんでもないよ。変なやつ、変なやつに変なやつって言われたね。ご飯を買おう。なるほど。お店は9時からだったかな。ハロハー、ハロハー。ハローとおはようが混じってるかね。アロハか。琥珀に風呂のリクエストを聞いたら蜂蜜と言われたようだ。まあまあには絶対に秘密だが。そうなの。まあね、ちょっと無茶やね。あ、9時からですね。開いた。9時開店。おはようさん、いらっしゃい。まずお話、どうだい、出荷にも慣れたかね。この調子でたくさん出荷しとくれ。いらっしゃい、いらっしゃい。おお、増えてる増えてる。しかも 10% オフですって。じゃがいも、あ、待て待て待て、じゃがいもか。春から夏にかけて育ちやすく、冬は育ちにくい。意外に綺麗な花を咲かせる。成長日数7日。うん。やっぱりちょっと時間がかかりますね。株よりかは。ほうれん草。ほうれん草、株よりもですね、早く育てられます。どれにするんだい？ただし、秋に育ちやすいと書いてますので、今植えると、成長が遅いということになります。すぐに育つがとても枯れやすいと書いてますね。だから、多分時期が違ったりすると、それだけでも多分アウトかもしれませんね。水は毎日欠かさずにあげようと書いてますね。じゃあじゃがいもかな。大丈夫だい、ありがとうよ。はい、他は増えてない。ご飯を買おうって依頼があったので、あれはちょっとね、依頼を受けた後に、うん、また来とくれ。どうだい、買いましょうかね。また来とくれ。さーて、ちょっと待って、オーダーなんか増えてない。どうしよう。免許、あー、薬学免許あるな、一応。あー、一応受けときましょうか。はい、試験頑張ろう。回復ポットなどを生産する薬学ぐらいでは主に、剣矢で離れている。また爆破使い。これですね、草や花を使って吸い付けます。最大ルーンポイントが必要ルーンポイントより低い場合、ルーンポイントが必要ルーンポイントより低い場合、なんか気合でなんとかするで合っとるような気がするけど、違うか。ダメか。これちなみにね、あの、間違えても別に王子ポイントが減るわけではありませんので、何回でもね、挑戦してください。ほうだ、薬学免許を手に入れた。薬学代を変えるよ。と言ってくれます。石材がいるって言ってもね、石材を手に入れるためにはそもそもまずハンマーを手に入れなきゃいけないので、そう、ちょっとね。お、バドのアクセサリーが、ありじゃ、ありじゃない。ちょっと待ってくださいね。どうしよう。こう見てみよう。あー、よく大きくする。あ、モンスター小屋を建てるって言ってますね。あー、どうしよう。ちょっと待って。ちょっと見せて。あ、ダメだ。素材が全然足りない。どうしよう。そう、素材。もういくらあっても足りないですからね、本当に。ここ行きましょうか、まず。そうだ、成功。はい、アクセサリーがおられるようになりましたと。早速行ってみましょう。いらっしゃい、儲け話か。まあゆっくり見ておくれよ。はい、これですね。いらっしゃいませ。安物の腕輪、はい、おまもり、おまけのバッジ、おまけのバッジ。まあでもそうでもないな、パッとしないな。また来て他にも買うんだろ。これも多分ラインナップがね、増えてはいくと思うんですけども。いらっしゃいませ。多分ね、あの、ボロの釜とかボロの斧がね、あの、依頼でもらえたんで、
多分ボロハーマーもそのうち依頼でもらえると思うんですけども、ちょっと待つのが歯がゆいですね。買っちゃう買っちゃう買っちゃおうか。うん、毎度。はい。他にも買う。また来てくれよな。これでね、もうできることがうんと広がりますんでね。おはよう。ではね、試しに外出てみましょうか。ね、あ、待って。薬草は欠かさず。はあ。ありがとう。私はこの先にいなかったっけ、うん、あるよね、やった。ここでボロハンマーをそうで、ここでやりました。こうになることでね、クズ鉄が手に入ったりします。まあ、クズ鉄はあんまり期待できないですけど、これ普通の岩とかを壊す。あ、そうそう、これでね、あ、石材が手に入ったりしますんでね。ルーンポイントね、左上のルーンポイントにはもうくれぐれも注意してくださいね。なんかね、行き込んでバン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 振ってたらいつの間にかなくなってましたって結構ありますよ。で、ちょっと待ってね、ここでちょっと対処するためにまずは敵を倒しましょうね。はい、で持ち帰って、はい、アメジスト、色付きのね、鉱石はその色に応じた鉱石がね手に入ったりします。火の結晶とかね、結構いろんな種類ありますよ。で、鉄を使ってそれこそ武器を作ったり強化したりすることができるんですけど、まあ今んとこはね、そんなものまず作れてない状態なので、もう売ってお金にするのがいいかもしれません。もしかしたらね、そんなにもなかったっけ。あれ違うな、あれどっかなかったっけ。まあいいか、はい、戻りましょうか自宅に。で、あ、間違えた。あまり使い道がないね。ほとんど使い道がないです。アメジスト。宝石の割にはね、そこまで高くないです。まあ、ポコポコ手に入るんでね。はい、鉄の方が高いものだって。これね、843322。まあ、鉄もやっぱり、質の良さとかがあったりしまして、武器を作るときに質のいいものを使えば出来上がりの武器にもやっぱり影響してきますんでね。はい、まあそうやってもね、これが9個あれば3個で270から280ゴールド、これだけでね手に入ったりしますんで、結構バカにできない、金額になるわけでございます。で、石材もね少しずつ貯めていかないと。これもうここにね、岩がいっぱいあるんだけど、もう全部壊したよ。茶色の岩が3つか。で、白い岩が9つだったかな。はい。で、左上を見て、ゲージがなくなったと思ったら、例えば、ご飯を食べる。やりました。これで回復して、はい、また作業に励みましょうってね、できるわけです。で、ね、畑もきれいになって、一石二鳥と、まあ、そういうわけなんですけどね。まあ、こういうコツコツした作業はね、楽しいですよ。そこがまあやっぱり一番好みの分かれるところだと思います。そのね、派手な演出のあるゲームではないんですけど、コツコツ続けて成長していって、スキルアップもねバンバン起こる。こういったねアクセントの多さが面白いところだと思いますので、そういうところを楽しんでいただけるかどうかっていうのがね、まあ非常に重要になってくるんじゃないかと思います。
私こういう地味な繰り返しの魅力っていうのは、まあなんか大人になってからようやく楽しいと思えるようになったかなって感じがするので、まあまあ好みはねある程度変わってくるもんなのかなと思ったりはします。変わらない好みもありますし、変わっていく好みもありますしでね、よいしょ。何分？まあ、15分か。どうしようかな。お風呂入ろうか。いらっしゃいませ。お風呂は、まあ、お風呂は、あまりやることがないんだったら、別に無理にお風呂に入る必要も。ねえねえ。今日は雨なの。大丈夫。羽が濡れたら重たくなっちゃうよ。何か困ってない？レスト君で9人目なの。え？そうやって聞いてくれた人。この町の人は優しい人ばっかりだね。結構ね、このシリーズって、まあ作品にも言いますけど、そんなに気難しくて、付き合いづらい相手っていうのはほとんどいないです。このまま降り続くのですのかね。エルミナード殿とはよくお茶をしますと。我が家の入れるリラックスティーを美味しいと言ってくれます。味にうるさそうなエルミナートさんが美味しいって言うからよっぽど美味しいんでしょうね。光栄ですぞ。こんにちは。こんにちは。雨だから洗濯はお休みね。クワクちゃん元気になったみたいでよかったわ。でも記録が戻ってないのはちょっと心配だわ。それは君も一緒よ。だから何かあったらすぐ相談すること。いいわね。うむ。そっちか。いろいろと話したいことはあるが、それはまたの機会にな。あまり長く話しておると誰かに見つかってしまうからな。目の前にいますけどね。さあ、ってどうしようかな。話はこれ以上進まんかな。こんにちは。こんにちは。そうですね。コアクさんはいつも自然体ですね。元気な人が増えて街の賑やかになります。そういえばダグとあまり合わないね。気のせいか。たまたま合わないだけなのか否か。いらっしゃいませ。マガイト。テンション下がる。琥珀ちゃん可愛いな。おしゃれとか好きかな。ごちそうさまです。空がぐずついてるようだ。こんにちは。こんにちは。コアクさんを見てるとなんだか放っておけませんね。そのちょっとキールに似ているような気がして、まあわかる気がするな。いらっしゃいませ。出来がいまいちです。こんにちは。いらっしゃいませ。お、冷蔵庫あるって？冷蔵庫ください。あ、見た目が違う2タイプ。冷蔵庫には石材。あ、ありがたい。嬉しい。コンパクト冷蔵庫、エレガント冷蔵庫、エレガント、エレガントできます。おお、エレガント。他にはありますか？またどうぞ。これはごちそうさま。これ業務用というやつじゃないですかね。ダーン。よいしょ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 。さあ、置き場所に困るな、そうなると。これにしましょうか。ダーン。で、まあ冷蔵庫の中には生もの、料理とかをですね、入れることができます。もちろんね、そうじゃないものは入れることができません。で、例外として例えば薬草とかは冷蔵庫にも、普通の出荷箱にも両方、入れることができます。ね、両方入れることができますと、いうところかな。あとはどうしようかな。これでね、選んで全部入れ込むとかできたらいいんですけど、これね、確か一回一回やらんねえけんかったような気がするんですよね、こうやって。遠慮なく出荷
しゃいましょうかね。それぐらいかな。あ、でもそれでも石材48個、木材がないさっきの冷蔵庫で使っちゃったか。あー、キリがないですな。さあ、どうしようか、どうしようか。あとレシピパンをちょっと1個買いましょうか。いらっしゃいませ。おお。あ、2個、あ、じゃあ2個買っちゃおうか。ごゆっくりと。うん、おお。出ました。これね、間違えて持ってた。こんにちは。置いて帰らないように。あら、ダメみたいです。ごちそうさまでした。こんにちは。こんにちは。パクちゃん、えっちゃんの 家で暮らすんだっていろんな意味でちょっと不安だよね笑顔で言われても。そうですね、料理レベルがやっぱり低いことで、まあやっぱり覚えられる料理が今ありませんとなると、先ほどみたいにあれおかしいんだ。ただその場合減らないみたいなんでね、レシピパン、うん、まあそこはご心配なくっていうことみたいですね。じゃあなんか料理作ります。40ギリ足りるね。これだけ作ってみましょうか。スキップしてもね、内容はいつも、はい、レベルが上がりました。で、レベルが上がったことによって、もしかしたら新しく何か覚えるようになったかもしれないので、食べてみましょうか。はい、ダメでしたまあまあ、ものは試しですんでね。うん、どこかな。カレンダーをちょっとチェック。特に何もないか。まあイベント的には次、豆まき大会がね、10日にあるんで、これは絶対にね、ちゃんとあのお見せしようかと思います。お話も進みそうにないので、うん、買いに行き書いて、で寝る。はあ、寝る子は育つっていうのでね、やった、必ずスキルアップしてもらうね、最初のうちは。おお、びっくりした。はい。しっかりしますよ。しっかりしっかりしっかり。ダメだこれ。はい。さて、時間が22、3分か。これぐらいにしましょうかね、じゃあ。はい。今回は。もうハンマーを自分で買って、とりあえずもうね、岩を壊したり、鉱石をね、見つけて、手に入れたりっていうことがね、できるようになって、まあこれでさらにですね、冒険の幅が広がる、お金の稼ぎどころも増えるということでね、またね、きっと、一段と楽になってくるかと思います。あとは冷蔵庫が手に入ったことによって、まあ料理とか食材とかも、ちゃんと保存できるようになりました。もちろんこれもね、多分オーダーで、中身の容量を増やしていくことができるかと思います。ただまあ何をするにしても木材、石材がとにかく大量に必要なので、とりあえず木があったら叩く、石があったら叩くこんな感じですこれの繰り返しです。ここがね、まあちょっとものすごくやっぱり大変なので、まあちょっとやっぱ好き嫌いが分かれるところかなとは思うんですけども、まあやっぱりその分達成感もね、ひとしおということで、うん、コツコツが、進めていく楽しみこそが、まあ、ルスローライフの楽しみだと思いますんでね。まあ、といっても、実況プレイなんで、あんまりそればっかりダラダラ見せたくもないという気持ちもありますので、そこは、まあ、塩梅よく、うん、やっていくつもりでおりますので、はい。何はともはね、引き続きお楽しみいただければと思います。はい。ということで、ルームファクトリー4スペシャルのプレイ動画、次のパートに進みます。